はい、ようこそ。どうもよしと申します。プライグインクブロブド影の伝染病超ハードでやっていきます。やっていきましょう。はい、この影の伝染病は症状を変化させなければ、まあ特殊能力で普通にクリアできるんですよね。はい、でもそれだとすごい時間かかるんで、一応能力も解放してね、やっていきます。はい、じゃあやっていきます。使用するレンコーダーはこちら。収穫者、コウモリボルト、鎮圧、エクストリームファイル、ケチな研究者、これでやっていきます。難易度超ハード、これは適当でいいです。はいはい、じゃあ適当な国を選べってことなんで、今回はラスボスのグリーンランドを選んでいきます。はい、ラスボスのグリーンランドに到着です。はい、まず最初に取るのはですね、こちらヴァンパイアの能力で、これ取ります。血の憤怒と獣人を取ります。で、取ったらとはこれアクティブ能力が出ます。で、アクティブ能力が出たら速攻で血の憤怒を使いましょう。この剣持ってる方ね、ナイフか分からんけど、早速使っていきましょう。で、これでポイントが貯まるんで、速攻でこれ取りましょう。トラベルスピード、はい、グリーンランドで吸血行為ですね。まあバレますけど大丈夫です。はい、こんな感じにやっていきます。はい、最初に言っておきますが、すごく時間がかかります、このやり方だとね。他にでもね、クリアする方法見当たらないんですよね、超ハードだと。このやり方以外だとね、今のところ私の中じゃね。はい、とにかくやってる間にグリーンランドの人がだいぶ死んでるんで、まあとにかく普通にやっていきますよ。はい、でとりあえずグリーンランドは殺します。人類少ないんでね、人口が滅ぼせるんですよ、このやり方でやると。はい、グリーンランドがね死にましたね。じゃあ今度アイスランドに行きます、隣のね。でアイスランドに到着したらまた血の憤怒を使います。獣人使ってね。はい、でこいつを取っていきます。闇との融合、血の憤怒の能力を強化していきます。そうしないと後々現れるテンプル騎士団というのにやられてしまうんですよね。はい、よし、じゃあポイント貯まったんでこれも取りましょう。はい、闇の儀式、なるべくポイントを切らさずやっていきたいです、なるべくね。はい、じゃあ殺していきます、どんどんね、この感じにポイントガンガン貯めていきましょう、こうやってね。はい、ポイント貯まったな。じゃあこれ取ります。影の刀、刃かな、わかんないけど取ってきます。で次、悪魔の怒りを取っていきます。そろそろ出るかな。はい、来ました、テンプル騎士団。こいつらがね面倒なんですよ、本当に。はい、テンプル騎士団が出てきました。やっていきたいと思います、こいつらをね。はい、じゃあちょっとね、できるかな。あ、取れるね。はい、じゃあ悪魔の怒り取りましょう。悪魔の怒り取ってポイント貯めましょう。で次にやる行動はテンプル騎士団を滅ぼしに行きます。獣人で飛んでね。はい、じゃあグリーンアイスランドはいなくなったと思うんで、よし、じゃあここの、ここ行こうかな。中東、中東にいる奴らを滅ぼします。で注目、これね、この棺桶の中とテンプル騎士団の門の中のやつが体力になってるんですよね。でここで血の憤怒を使います。血の憤怒を使うと体力がなくなって、ほら滅びます。で急いでこっちに飛んでいきます、中央アフリカで。テンプル騎士団をこうやって破壊していきます。ズームにしといた方がいいですね。はい、じゃあ破壊します。ちょっと体力がどんどん減ってっちゃうんで、ちょっと隣国で回復しようか、こっちでね。ここで血の憤怒を使って回復して、でもう一回飛んでここのやつを戦います、こいつらとね。はい、でもう一回血の憤怒を使って回復して、今度はインドかな、インドに行こう。インドに行って、でインドのやつをまたこれで血の憤怒を使ってやっていきます、飛んでね。でまた血の憤怒を使って回復、今度はどこまでやろうかな。じゃあインドネシアのやつを倒そう。じゃあインドネシアのやつをでやっていくんですが、ちょっとこの辺で体力がなくなってしまうんで、そこで東南アジアに逃げて回復しましょう。こういう感じにやっていきます。でこれでもう一回血の憤怒を使ってやります。最後までかけれるかな。よし、削れたな。じゃあこれ回復して、最後の国ニュージーランドだな。じゃあニュージーランドに飛んでいきます。この辺になるとだいぶテンプル騎士団が強くなってるんで気をつけてくださいね。速攻で削られてしまうんで、死にそうになったら速攻でこっちに飛んで逃げて
回復を繰り返す。こんな感じです。逃げて攻撃して、逃げて攻撃しての繰り返しです。じゃあこの辺で一回逃げて、で回復したらもう一回行って、攻撃をしての繰り返しです。じゃあ死にそうになるんで逃げて、はい、じゃあ回復します。じゃあ回復したらもう一回行って、はい、そろそろやれるかな。よし、やれた。はい、じゃあテンプル機関をこれで解明させました。この後にやっていく行動は、ちょっと待ってね、マダガスカルに行きたいかな。マダガスカルに飛んできたいです。よし、マダガスカル行きましょう。はい、じゃあこの辺でズームは解除しとこうかな。テンプル機関が壊滅したんで、はい、じゃあここでまた血の噴動を使います。で、ここはまたマダガスカルの人たちを滅ぼします。それにすごく時間がかかるんで、なんか暇だと思うんで、その間なんか時間でも潰しといてください。見ながらね、もちろん。ここの人口がなくなるまでね、カットします。それじゃあ、よいしょ。はい、滅ぼせました。じゃあ今度はちょっとね、こっちのヴァンパイアの能力の隠れ家取っていきます。隠れ家、隠れ家での回復、隠れ家の回復に取って、これが重要なんです。次の影のポータル、これが最高なんですよね。まあ、取れを取っていきます。お、ちょっと待って、これ取ってなかったな。夜の整列とこ、はい、じゃあ次にこのいろいろ飛んでいきましょう。ここに飛んで、飛んで、はい、影の隠れ家取ってきます。はい、隠れ家を作っていきましょう。で、隠れ家をいろんなところに作っていきます。中国かな、次は。で、 DNA ポイント出るんで、早速これも取ってね、やっていきましょう。で、ここに作ろうかな。じゃあ今度はオーストラリアに作ろうかな。で、オーストラリアに作って、で、影のポータルでなくてワープ取れるようになったんで、ここにね、影のこの十字を使うと、ここにワープすることができるんですよね。で、早速こっちに飛んでいきます。こっちのブラジルにね、はい、ダークナイトコンボね。そっか、はい、よし。じゃあ次ここだな、メキシコに行こうかな。メキシコ、メキシコに隠れ家作って、あとどこに作ろうかな。いやー、この辺に作ろうかな。この辺に、この辺にじゃあ作ります、隠れ家。よし、じゃあこんなもんでいいかな。じゃあまた竜神でここに飛びます。ここに飛んで、今度は西インド諸島を滅ぼしましょう。西インド諸島を滅ぼしたいんだけど、いけるかな。よし、じゃあ西インド諸島を滅ぼしますね。今度はここもまた時間かかるんでね、カットしていきます。はい、滅ぼしました。よし、じゃあこの辺でちょっとまた獣人でこっち飛ぼうかな。メキシコで、メキシコに飛んだら2倍速にします、こっからは。で、症状をようやく解放していきます。影の祝福、これ取って早速やっていきましょう。感染のやつを全部上げていきます。全部とはいかんな、すみません、全部ではないです。ここと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 ここ、で、症状の感染力とかいろいろ上げていこうかな。感染力、感染力、感染力、感染力も上げていきたい。ガンガン感染力を上げていきます。これと、で、で、今度これ血の贈り物、刻印、影の痕跡、汚染された空気と、あとは耐性取っていきます。はい、耐性取ってきますと。で、こいつも取っていこうかな。感染力を浄化させて治療を難しくさせるやつ取ってきます。よし、じゃあこんなんでやっていきましょう。はい、こっからです。こっから勝負です。じゃあ飛ばしていきます。2倍速でやっていきます。で、ここに飛んで、で、
こっかに一旦飛んで、ここに行って、で、感染させていきます、どんどんね。はい、警戒リストにもう当然加えられるんで、さっさとやっていきましょう。はい。じゃあ、キュアも開発されてるところなんで、いろいろ飛んでやっていきます。島国に飛んでいきましょう、急いでね。もう開発されるんで。はい。よし、じゃあ、オーストラリアに戻って、感染してるか？よし、感染してるな。で、こっちに行って、アルジェリアにか。アルジェリアってどこだっけ？ちょっと、開発されるんで、速攻で破壊していきましょう。研究施設ね。サルインフルエンザと同じです。こっからはね。サルインフルエンザとは同じじゃねえか。はい、じゃあ、こっち飛んで、やっていきます。ノルウェーとかこの辺にも飛んでいきましょう。ヴァンパイアもう一体作ろうかな。ヴァンパイア作ろう。もう一体ね。はい。はい。よし、じゃあ、こうして飛んでいきます。ガンガン飛んでって、いろんな国に回させます。で、開発されてるんで、速攻で取って破壊します。で、なんだ？ああ、なんだ、上り坂とかなんか出たけど、まあいいか。とアメリカで開発されてるんで、じゃあ、ここに飛んで、アメリカの施設を破壊しましょう。老化作用ブーストが勝手に変異したか。はい、じゃあ、ここで破壊と。よし、じゃあ、ロシアに飛んで、これドイツのやつを破壊しましょう。いろいろね、破壊しましょう。施設を破壊だ、施設を。よし、じゃあここかな、今度は。バルカン諸国。バルカン諸国。で、ここのモロッコのやつも破壊。ここのやつを破壊していこうかな。カザフスタンがバカだと。とんでもねえことするな。よし、じゃあ破壊します。あと感染してない国はスペインとかだな。スペインとかいろいろ飛ばしていきます。よし、新たなやつが生まれましたね。じゃあ、飛ばしていきましょう。こいつの2個使ってね。もう影の下僕取っとこうかな。はい、下僕取っときます。はい。じゃあ、これも取っちゃいましょう。もう1個ぐらい作ろうかな。じゃあ、君はこっちに行ってもらって、日本を滅ぼしてもらおうか。で、こっちの君は、この辺のやつらをやってもらおう。よし、じゃあこっちに飛んでもらって、もう日本はいいから、こっちにまた飛んでもらって、この辺を感染させてもらおうかな。じゃあこっちに飛んでもらって、スーダンでね、いろいろ起こしてくれてますね。よし、じゃあ、君はこっちに飛んでもらおうか。今度はここ、フィリピン飛んでもらおうか。はい、悪人でも好きじゃないね。あー、今度はアルゼンチンで誕生か。なんか嫌なとこにいるな。はい、じゃあ、飛んでいきます。飛ばして、じゃあこの辺も感染させてもらおうかな。で、こっちに飛んでもらって。君はこっちに飛んでもらおうか、じゃあ今度は。じゃあこっちに行ってもらって、フィリピンはどうだ？もう感染してるな。この辺でじゃあ見ましょうか。イタリア、ジンバブエ、アメリカとかか。よし、じゃあイタリアとかに飛んでもらおうかな。よし、じゃあこっち。こっちに飛んでもらって、イタリアはどこだ？イタリアは全然行ってねえな。はい。2倍速にしてね、やっていきますよ。今回から。ずっとね、はい。終わったら、ジンバブエとかどこだよ？ジンバブエってどこですか？ちょっと待って、ジンバブエがわかんねえ。あ、ここか、ジンバブエ。よし、じゃあジンバブエ行ってもらおうかな、イタリアから。イタリアから飛んでもらって、ジンバブエに行き、ジンバブエに感染させましょう。陽性性低下モード、いいや。で、感染してない国はどうだ？あとイタリアだけか。
イタリアにまた飛ぶか、仕方ねえな。イタリアにじゃあ飛んでいきましょうか。あとイタリアだけだね。うん、はい、イタリアに感染したら終わりです。影の下僕を取ってるんで、もうこれで勝利です。はい、勝利です。とまあこんな感じです。ものすごく時間かかりますが、こうやればクリアできます。2連コードの集め方もね、後々解説してきますんで、お楽しみにしておいてください。はい、という感じでメインゲームの超ハードの攻略の仕方はこれで終了です。次回は遺伝コード集めをやってから公式シナリオをやっていきます。はい、ということで最後までご視聴していただきありがとうございました。それじゃあ次回お楽しみに。ほんじゃまたね。